お正月を移そう。お二人とも去年お疲れ様でした。くつろいでいってくださいね。ありがとうございます。それはあ、これこうするとエモい写真が撮れるチェキなんです。もっといける。やるせない恋に悩む感じからの決め顔、さすがです。僕も撮ってください。じゃあ己と戦う男からの受け身僕ってエモかったんですね。いや俺の方がエモいって。いやいや僕の方がエモいっすよ。ほらいや見てよ、100種類の写真が楽しめるチェキミニエボ誕生。俺の方がエモい。俺の方がエモい。チェキプリントで残そう。いただきました。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日の意気込みお願いします。意気込み、はい、いやもうやっぱ着物を着たらやっぱり柔道家なので全員日本取れるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。お願いします。何言ってんだろう。お願いします。本日ご出演いただき吉田亮さんです。よろしくお願いします。はい、そしてご出演いただく広瀬すずさんです。よろしくお願いします。そしてご出演いただくウルフアロンさんです。よろしくお願いします。お二人とも去年お疲れ様でした。くつろいでいてくださいね。ありがとうございます。遠くにいるはずなのに。14は大丈夫。遠くにいるはずなのに。足に来れば。目がもうちょっと。で、カラーの。はい、はい、ありがとう。ああ、かっけえな。でかいね。すごい。ショート、右足が前で、左足が後ろです。右足が前で、はい、左足、そこで足をこう、そう、そう開く感じ。スタート。俺の方がエモい。俺の方がエモい。いや、俺の方がエモい。いや、俺の方がエモい。いや、いや、俺の方が絶対エモい。エモい。オーバーに言ってる感じ。僕ってよかったんすね。僕ってよかった。ああ、いやいやいや。いいやいいや。できるじゃん。もうやろう。できる子だ。行こう。はい、じゃあ本番参ります。よーい。スタート。いや僕ってよかったんすね。いや、俺の方がエモいって。いや、僕の方がエモいっすよ。いや、目線も。どこ見てんのこれ。斜め見てる。すごいな。僕の斜めで受け身取った。おお、すごい、その…あ、勝った。はい、ビーボール。ちょっと見ます。ちょっと待ちない。ちょっといやいや、こっちの方が見てよ。ほらこれすごい。あ、目線が。いや、目線も。どこ見てんのこれ。斜め見てる。すごいな。僕の斜めで受け身取った。おお、すごい、その…あ、勝った。撮影の方終了します。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。あの、こんなに年齢がそんなに離れてない共演者さんが今まであまりなかったので、すごい新鮮で楽しかったです。いや、嬉しいですよ。それはもうね、ちっちゃい頃からずっと続いてる。ちっちゃい頃からって僕が多分生まれる前から続いてますもんねのシリーズに自分も出させていただけるっていう、すごくなんかありがたいことだなと思うし、まあそこにこの結構共演も多い安心できるすずちゃんとご一緒できるっていうのがすごく楽しかったですね。いや、僕も嬉しかったですね。やっぱり僕も子供の頃からあの正月とかはあの見てた CM だったので、まさか自分がこの CM に出るとは思っていませんでしたし、すごい一日楽しめました。いや、本当にこの1年間であんな抑え込まれたのは初めてだったので、いや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 、はい、本当に負けを覚悟しましたね。いや、もう
恐れ多いですよ。勘弁してくださいって感じで、で僕がこう押さえてて、ウルフさんがなんか多分軽くこううわーとか言ってやられてるふりしてくださってるんですけど、そのうわーってやられてるふりですらもう僕がもうこんなに揺れちゃってもういつでも剥がせる感じの、いつ飛ばされるかとドキドキしてました僕は。でなんかこういろんなやっぱフィルターがあるので楽しめますし、今回キャッチフレーズみたいな感じでエモいっていう単語がすごくあのたくさん CM の中でもあると思うんですけど、なんて言うんですかね、吉沢君を撮る時にはいもっとエモくってやるとちゃんとなんかこうパチって決まってくるんですよなのでなんかすごい面白かったですね。どうしたらいいですか。目線いただいてもいいですか。はい、あーいいですね。いきまーす。あーす、あ素晴らしいじゃない。あーいいの撮れましたね。早い。あーすごくいい。あーいいですね。いただきました。笑っちゃった。なんかカラオケみたいになってます。いや使い方大丈夫ですか。ちょっとはい偵察を。はい、すごい見てます。リジュー。何このリジュー。あーこれいいじゃないですか。ベストショット撮れました。今いいの撮れましたね、僕はもう満足しました、はい、ありがとうございます。はい、はい、吉田さんのお時間は終了ということで、はい、すごい、お願いします。いいっす、哀愁漂ってますね。ちょっと待ってください。哀愁漂ってます、はい、ダダ漏れです哀愁。いきます。あ、エモい、めちゃめちゃエモい。あ、エモいですか。はい、エモいな。お願いします。じゃん、エモー。ありがとうございます。ありがとうございます。これね結構ねこだわりがですね、はい、やっぱこの彼女の持ってる明るさというか、はい、可愛らしさを表現するために色はイエローにしました。あ、イエローでこの色も変えられるんですか。ちょっと女の子らしさみたいなものを表現しながらこの周りをちょっとぼかすことによってより彼女を際立たせるという技法を使いまして、それで今このね彼女の笑顔がすごくね眩しく映ってると思います。ウルフさんお願いします。はい、僕の写真はこちらです。おお、エモい、エモい全然なんかまたエモいですね。色味は似てるけどこんなに表現変わるんですね、うん、ちょっとこう、そうです。なんか僕なんかライトなんとかちょっとですね、なんか、うん、なんか光漏れみたいなやつを使って、うんうん、そうしたら外側に光漏れを作って、真ん中は、はい、斜めにしてちょっとレトロな感じの、はい、私がなんか、はい、演歌の歌手の方みたいな、ねね、大御所みたいにやってちょっとごめんなさい。格好もそっちの人だもんね割とエモい。なるほど。光漏れの機能を使いまして、あの外側に光を少し漏らしております、はい、でですね、あの中心の方はレトロの方にさせてもらいまして、少しあの哀愁が漂うような、はい、そんな形の写真に仕上げさせていただきました。ありがとうございます。じゃあぜひ、じゃあ2人の方から広瀬さんにプレゼントの方で。いいんですか。嬉しい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。広瀬さんどうですか、出来上がった2つを見て。嬉しいです。こんなあのお二人に撮ってもらえるなんてきっと二度とないのでお家に飾りたいと思います。お願いします。お願いします。そうですね、私はなんかこう自分の時間もありつつお仕事に向き合う時間もありつつ、なんか今までにないくらいいろんなことを考えながら感じながら過ごせた一年だったなと思います。いや、なんかキックボクシングもあのすごいいつも運動してるんですけど、今年ちょっと運動量減らしたんですよ、役作りのために。なのでなんかこう久々に自分も動いた1回がテレビを通して放送されたら
本当にやばい人みたいな感じで会う人会う人に言われるんですね。あの一緒にスパーリングやろって言われたけどやっぱやらないっていろんな人に言われる1年でした。そうですね、でも今年は一つの長い作品をずっとやらせていただいて、まあとにかく走り抜けたなっていう、なんか意外とまあもちろんその現場の中でインプットさせていただく瞬間もありつつ、すごいアウトプットの割合が多い年だったなっていうので、来年とかはもっとまあなんかいろいろ作品見たりとか、まあプライベートでももうちょっと充実したことしたりとか、なんか来年はもうちょっとインプットの年にしていきたいなっていう、まあ次につなげていきたいなと思う1年でしたね。そうです、今年はメディアとかたくさん露出したりとかして柔道を広めることもできたので、本当僕自身の人生が変わった年だったなっていうふうに思ってますね。でまたここ俺に本当に何て言うんですかね、おごらずにまた来年再来年とまた大きな大会が続いていくので、また頑張らなきゃいけないなっていうふうに思ってます。皆さんこんにちは、広瀬すずです。吉沢亮です。ウルフアロンです。皆さんもぜひ100通りの表現が楽しめるチェキインスタックスミニエボでお正月を映してみてください。それでは CM をご覧ください。せーの、どうぞ。